田城さん。二人とも、スクナ姫様が起床された。ついては二人と面会したいと。面会とは重い言い回しだの。わらわは会いに来ただけじゃ、そう緊張する必要はない。琴代、そなたはいい加減柔らかい対応を身につけよ。でなければ嫁の一人も見つからんぞ。スクナ姫様、余計なお世話という言葉をご存知ですか？無論知っておる。痛いところを突かれた奴がよく使う言葉じゃな。スクナ姫様？なんじゃなんじゃ、そんな堅苦しくするでない。わらわはこの春子丹の巫女である。だがそなたらの巫女ではない。気楽に呼び捨ててくれて構わぬよ。でも神様相手にそんな無礼なこと。何が無礼なものか。わらわがそうしてほしいんじゃ。ま、どうしても抵抗があるのなら呼び捨てにしろと命令するが、それはさせないでほしい。それでよい。それにしてもそなたらは相当のおせっかい焼きよの。黒の民と共におる不気味な奴らと関係があるにしても、このアホに付き合う理由はなかったはず。むしろこのアホをおとりにそなたらの敵を撃つべきだ。なぜそうしなかった？そうかもしれないけど、放っておけなかったの。それだけか？多分それだけ。かかやはり面白い。わらわはそなたらに出会えたことを誉れに思う。悠久の年月を経て、よもやこの時に友と呼べる存在を得られようとは。わらわも幸せ者よの。友ってそんな。なんじゃ、嫌なのか？それとも神は友も作ってはならんのか？いや、そういうわけじゃないけど。ならよかろう。わらわはすでに二人を友と定めた。この思いは一方通行でも構わん。スクナ姫様。呼び方。あ、よろしくね、スクナ姫。かか、こちらこそ。分かっておらんではないか。そなた、からかっておるな。神をからかうとは悪趣味よの。それにしてもそなたらは相当のおせっかい焼きよの。黒の民と共におる不気味な奴らと関係があるにしても、このアホに付き合う理由はなかったはず。あ、ちょうどいいところに。今琴城さんとも話してたんだけど、白の民の人たちってどうしてダーカーと戦っても大丈夫なのかな。以前にも言っていたな。その話自体私にはよくわからないが、戦ってはならないものなのか？うん、ダーカーはフォトンの力でないと倒しきれなくて、残滓が体をどんどん侵食していっちゃうんだよ。琴城さんも見たでしょ？そのせいで黒の民の人たちがダブルに操られているの。しかし白の民の勇士については戦闘を繰り返しているが、特にその兆候もないか。なるほど、確かに不思議だな。アホ、琴城、何が不思議なものか。当たり前に決まっておろう。この星のものは全て星の加護を受けておる。
生半可な悪意など弾いて当然じゃ。ですが、スクナ姫様、それでは黒の民の暴走に説明がつきません。うん、それは黒の民も同様に加護しておるゆえ、悪意など弾くはずなんじゃが、あの不気味なわらしにたぶらかされてもしたか。それこそあのわらしが自らを巫女であると語り扇動しているのやもしれぬ。ま、何にせよそなたらが気に病むことはない。降りかかる火の粉は払うべき。無駄な図体のでかさに増長している黒の民には良い薬じゃ。コテンパンにしてしまえ。あんたら巫女様じゃないんだってな。まったく、がっかりさせてくれる。巫女様が我ら白の民についてくれたなら、黒の奴らなど物の数ではないのに。ふう。の、自分勝手なものじゃろ。あやつだけではないぞ。白の民どもは大体そうじゃ。悪意なしにああいうことを言う。無論今回の侵攻に関して先に掟を犯したのは黒の民じゃ。奴らに非はあるし、愚か者だ。おそらくはあの不気味なわらしに操られてるか騙されてるのだろうが、ま、どちらにしろ愚かよ。それを捨ておく黒の王もな。しかし黒だけでない、白も愚か。まっことどちらも愚か者よ。交流も和睦もなく、ただシャニムに戦の道へ進もうとしておる。再びな。はあ、愚かよの、愚かよの。父上も母上も川の向こうでさめざめ泣いておるわ。二人ともこの星において遠慮はいらんぞ。奴らにお灸を据えてやってくれ。スクナ姫、昔何かあったのかな。あ、こっちこっち。ちょうど琴城さんに話を聞くところだったんだ。スクナ姫様の過去か。ご友人の願いとあれば伝承を語るのもやぶさかではない。伝承？しかり、灰の巫女スクナ姫の過去、それはつまり星の伝承だ。少し長くなるぞ。ハルコタンは表裏一体、白と黒は決して交わらない。かつて白と黒は争っていた。争い始めた理由も忘れるぐらい長く長く争ってきた。ある時、戦争に疲弊した白の王と黒の王が和平を考えた。和睦の証として白の王の娘と黒の王の息子が結婚した。そして一時戦争は終わった。だが白と黒の夫婦から生まれた子は灰色をしていた。体躯も小さく、成長もせず、黒でも白でもなかった。白の王は言う。黒の息子が悪いと。黒の王は言う。白の娘が悪いと。そして再び戦いは始まった。黒の父と
白の母も争った。灰の子はそれを止めようとした。命を賭して父と母を止めたんだ。白と黒の夫婦は正気に戻った。灰の子の亡骸を抱え星に願った。自らの命を捧げ灰の子をよみがえらせた。よみがえった灰の子は泣いた。物言わぬ灰となった両親をその手にあふれさせ泣き続けた。その涙は川を生み出した。白と黒を切り分ける英類の川。そして争いは終わった。灰の子が終わらせた。それでも灰の子は祈り続ける。亡国と共に燃え尽きた両親のために、父と母の亡国が形とならぬように。ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。不愉快な話が聞こえると思ったら、ことしろそなたであったか。まったく余計なことばかりする。このようなつまらぬ話をよくぞそこまではっきりと覚えていたものだのう。これを私に聞かせてくれたのはスクナ姫様ですから。スクナ姫、今の伝承にあった灰の子って。つまらん話よ、本当につまらん。この星の伝承に面白い話などない。さっさと忘れよ二人とも。ごめんなさい琴代さん、スクナ姫を怒らせちゃったかも。問題ない、いつも通りだ。スクナ姫様はいつも怒っている。白と黒のくだらん争いにな。そなたらは本当にいつも一緒におるの？飽きんのか？うわっ、スクナ姫、琴代さんまで。あるいはつがいか？そなたらつがいなのか？つがいって、この人も私も女なんだけど。性別など関係ないだろうよ。好きなものは好き、それでいい。ああそう睨むな、冗談じゃよ。まといはからかいがいがあるの。琴代とは大違いじゃ。こやつは馬鹿正直すぎてかなわん。わらわが命じたら死ぬのかという冗談に本気で腹を刺しよった。命を捧げよという命令であれば私はそれに従うまでです。アホ、冗談かどうかぐらい随意で判断せよ。私にとってはスクナ姫様のお言葉が絶対ですゆえ。ふぅ、本当に融通が利かんやつよ。冗談の一つぐらい言えるようになってみせよ。それがご命令とあれば。スクナ姫だっていつも琴代さんと一緒じゃん。私たちのこと言えないじゃん。私は巫女の守り人、スクナ姫様のそばに仕える。それが私の仕事だ。アホ琴代、まといはそういうことが言いたいのではないわ。こちらの距離感の近さをつつこうとしたんじゃろ、仕返しとばかりにのう。
家族みたいに見えるか。いいえて妙じゃのう、琴四郎。私は宿儺姫様に恩がある。生涯かけても返しきれぬ大恩だ。その恩に報いるため私は守り人になった。恩？白と黒のいさかいで滅んだ白の集落、私はその集落の唯一の生き残りだ。幼子である私は訪れた宿儺姫様に拾われ、その庇護のもとで育ってきた。宿儺姫様は光を失った私を捨てることもなく育ててくださったのだ。放っておいてもよかったんじゃが、ちと寝覚めが悪そうな気がしての、気づいたら連れて帰っておったわ。もっともここまで頑固に育つとあらかじめ分かっておれば、その場に捨ておいたんじゃがな。それについては親の教育が悪かったのではないかと。ほう、言いよるなことしろ。毎日のように寝小便を垂れておった小僧の言葉とは思えぬよ。それは今関係ありますまい。それはそうと、まとい、そなた先ほど宿儺姫だってと申したな。それはつまりそなたとこやつが常に一緒ということを認めてるのだが。そういう風に上げ足取らないでよ。恋人、わらわと琴四郎がそれはずいぶん発想が飛んだの。家族ならまだしも恋人とはのう、琴四郎、そなたはどう思う？私は宿儺姫様に恩がある。生涯かけても返しきれぬ大恩だ。なあ、面倒じゃん面倒じゃん、とっても面倒じゃん。おのれ、あの不気味なわらしめ。お、そこな控えるそなた、良いところに。わらわの愚痴に付き合え。まあまあそう言うでない。友の願いは聞き入れるべきだ。伝承の通り、ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。生というのがわらわとすれば、それの対になる死も存在する。そう、この星にはわらわと対をなすマガツと呼ばれる悪人が封印されておるのよ。とはいえ封印は強固なものじゃ。これならあと千年は寝て過ごせると思っていたのだが、あの不気味なわらしが要所要所を荒らし回りおってからに。おかげで儀式もやり直し、陣も組み直し、昼寝の時間も削られる。面倒面倒、ああ面倒というわけじゃ。わらわの憤りわかるじゃろ。すっきりしたぞ。やはり友というものは良いな。気軽に言いたいことを言える。ただあの不気味なわらしには気をつけろ。あやつの来歴などわらわは知らんし、教えてもらっても理解できぬだろうが、やつがまずいというのはわかる。そなたらがこの星に来た理由もやつにあるなら余計なおせっかいかもしれんがの。ま、友への進言じゃ。心の隅っこにでも置いておくとよい。それよりそろそろ奴らが動いてきそうな雰囲気じゃ。白の民どもは当てにならん。悪いがそなたらを当てにさせてもらうぞ。まさしくわらわが話したかったことじゃ。
心して聞くとよい。伝承の通り、ハルコタンは表裏一体。生が生まれれば死もまた生まれる。見ただろう、世界が侵食された様を。あれはほんの一部、深淵なる闇復活の予兆に過ぎない。それの引き金がどこにあるのか、貴様には分かっているはずだ。決して目をそらさず、選択しろ。己のなすべきこと。よく来てくれたな、二人とも。スクナ姫に琴代さん、何が起きてるの？黒の民が再び攻めてきた。白の王は妖撃を指示し、自らは城の中にこもったという状況だ。ま、逃げ出さなかっただけマシじゃな。今代の城の王は筋金入りのふぬけだ。臆病すぎてからかいがいがない。城の民どもはただ黒の民が攻めてきているだけと思っているが、状況はそれよりもちとまずい。封印強化の陣を敷いている最中ゆえに、このままだと魔月にも影響が出る。あの不気味なわらしとしては、おそらくそれが狙いなのだろうよ。ゆえに思い通りにはさせん。かかっ、あうんの呼吸とはこのことじゃな。さて、封印強化の六望点、陣を敷く場所はあと二つ。一つ一つ回っている余裕はない。故に手分けして回りたい。片方はわらわと琴代、もう片方はそなたらじゃ。え？でも私たち、その陣の敷き方とかわからないよ。案ずるな、手は考えてある。それは術で作ったわらわの分け身、玉姫とでも呼ぶといい。分け身とはいえ思考は独立しておる。二人ともよろしくなのじゃ。何かあったら玉姫に伝えよ。それでわらわにも伝わっておる。では行くとしよう。ではこちらも行こうかの。我らの目的地はこっちじゃ。何言ってんの？ダークファルスも関係してるんだし、何より友達のピンチなんだよ。私たちも手伝わないと。まといまとい、わからぬか。こやつは冗談を言っただけじゃぞ。え？もう。さて、封印強化の六望点、陣を敷く場所はあと二つ。一つ一つ回っている余裕はない。ねえ玉姫ちゃん、ちゃん付けするでない。わらわはスクナ姫と同一の存在だ。きちんと呼び捨てにせよ。あ、うん、そうだよね。ごめん玉姫ちゃん。もうよい。して、まといの聞きたいことは、まがつのことでよいか？お、よくわかったね、たまひめちゃん。さすが、すくな姫の分け身だね。悪意がないのはわかるのだが、こう立て続けだと、からかわれているようにも思えるの。さて、まがつとは、星を滅ぼす最悪のこと。嘆きと慟哭より生まれた最悪。生の反対の意味を持つ魔月の神。白と黒を滅ぼし、星を滅ぼす者。それを鎮めるために、わらわがいる。灰の巫女、スクナ姫がな。
星を滅ぼす最悪。なんだかそれだけ聞くと。だよね。星に封印されているっていうのもなんだかダークファルスみたい。ダークファルスというのはあの黒いわらしを指しているのか。案ずるな、奴とマガツは別物だ。ただし本質的には似ているのかもしれんがな。本質的？規模の違いこそあれ、嘆きや悲しみなど負の感情より生まれいでしものは決まって人に牙を向く。人から生まれたものであろうとも、人を滅ぼしたくなるほどに醜いのだろうな、負の感情とは。それもそうだけど、ダークファルスみたいって思わない？ダークファルスというのはあの黒いわらしを指しているのか。案ずるな、奴とマガツは別物だ。ふむ、幸いにして先乗りできたようじゃな。違う、何か来る。ち、分け身では感知にも限度があったか。二人とも、わらわの本体が来るまで持ちこたえてくれるか。うん、言う通り、私たちに任せて。大丈夫、私も頑張るから、一緒に頑張ろう。ないね。玉姫ちゃん、ダメ、危ない。やれやれ、間一髪じゃ。なんとか間に合ったの。琴代さんの方は大丈夫なの？あちらはほぼ敵もおらなんだ。陣を敷くのも容易だった。その分こちらに敵戦力が集中していたようじゃが、二人のおかげで守り通せた。二人とも感謝するぞ。そんな、いいよ。それより早く儀式を。ああ、分かっておる。待ってたよ、この時を。君が来るのを待ってたよ。なんじゃ、何が降ってきた。あれ、避けられちゃった。あら、避けられちゃった。でも、まだまだだよね。うん、まだまだ逃がさないよね。どうなってるんだ、君の目の前にあるこの反応。10年前のアプレンティスだぞ。
小娘、私をバカにして。私のことを知ってる。私もこの人を知ってる。頭が。調子に乗るなよ、黒いわらし。わらわの邪魔だけでなく、わらわの友を苦しめるか。わらわは灰の巫女、スクナ姫、この星の巫女であるぞ。なめるな、コワッパ。この身を代わりの鎖とし、負を払う結界。結界陣は発動せん。わらわは認めぬ、拒絶する。灰を集え、安寧をかたどれ。いざ万物よ、ことごとく払われん。二人とも無事であるか。うん、おかげさまで。ありがとう、スクナ姫。でも、そうか、わかるか、まとい。半端な状態で封印を行ったがゆえ、マガツの一部が漏れ出てしまった。やれやれ、ここからが難儀じゃな。久々の重労働となりそうだ。ごめんなさい、私を助けるために。友を助けるためだ。わらわにためらいはなかったぞ。だから気にするでない。なんだかおかしかったね。おかしいね。あれはどうしてミコを狙わなかったんだろう。あの子に恨みでもあったのかな。ちょっと面白いかも。あの子に因縁でもあったのかな。ちょっと面白そうかも。でもまあ、今はまだいいかな。そうだね、まだいいね。目的は達成したし。